はい、こんにちは、元バンディット 400V です。今回は開封動画をお届けします。今見せてるのが商品です。中身はバイク用の、冬用のグローブを購入しました。で、今まで使ってたのがこちらになるんですけども、南海部品仙台店で購入しましたゴアテックスのグローブですね。で、結構もう 7,8 年ぐらい使ってるんで、こう指先とかですね、手のひらとかボロボロになってきてますすいません。で、穴開いてるわけじゃないんで、使えないことはないんですけども、やっぱり冬の時期、5分10分走りますと、ゴアテックスといえども指先が、痛くなると。で、VTR に乗り始めてハンドルガードっていうのをつけて、風をちょっと当たらなくしてはいるんですけども、やっぱりそれでも指先が痛くなるくらい、寒いということで、今回新しいのを購入してみました。で、これ中国から来たんですね。アマゾンから購入したんですけども、アマゾン、マーケットプレイス、アマゾンに出店しているお店から購入しました。で、今までAmazon で購入して中国から商品届くっていうのは、いっぱいあったんですけども、なぜか今回は配達証明の郵便で来ました。配達証って書いてますけども、こんなで、値段がですね2980円だったと思います。で、そんな安い商品に、その配達証明の郵便で来るっていうのがちょっと不思議だなぁと。はい、それでは開けていきましょう。なんか中国から来る商品で、こういうなんか白いビニールに入っているのが多いですね。はい。で、あれ？これ色どうだったかな？こんな色だった？どうだった？どうだったかな？青だったかな？を注文したつもりはないんだが、なんか合格書、読めないですね。ワームスペースって英語では書いてますね。で、要はなんだろう、ヒーターが入っている手袋、防寒グローブです。で、ヒーター2つの種類がありまして、乾電池を使うタイプと、バッテリーを使うタイプとありまして、これはUSB で充電するバッテリーのタイプになってます。ちょっと邪魔なんです。で、これが H アダプターですね。で、こちらの方が充電ケーブルで、多分ここにこう挿して、で、ここに USB のケーブルをつないで、これで1回で充電できるんですね。これは便利ですね。という装置で、説明書が中国語なんでまあ、なんでしょう、エモナイというね、すごい、2980円、3000円なんで、1回使って
どうかなとか、なんかこの辺は、温度があるようですね。ここで設定、どこで設定するの？ここに入れて、ここで、で、どこで、どうやって入れるんだ？電源を。謎だ。まず手袋って。入るのかい？手袋そのものは、バイク用の手袋としては全然ダメですね。さあ、そっか、なんかワンシーズンでなんかダメになりそうな手袋ですね。バイク用の手袋じゃないな。じゃあ失礼しました。で、まあ一応あの風が入らないようになんかこんな形になってますね。あ、これ何て言うんでしょう、カバーって言うんでしょうか。手首から入らないようになってますね、風が。で、ここにポケットがありまして、で、このバッテリーをここに入れると。で、つなげるとすぐにちょっと発熱するんでしょうか。スイッチというのがないんですかね、っていうことは。あ、はい、暖かくなってきました。多分これ温度設定ないですね。だからここで スイッチをオンオフしか多分設定がない感じですね。だってボタン類がないんで、そんな感じでしょうか。うわ、汚い。なんか汚れがすごいな、これ。ガレッジセールのコリみたいな手になっちゃいました。やっぱ3000か、ちょっと。はい、使えるかどうかちょっとよくわかんないんですけども、まあ何回か、多分来年の1月ぐらいに、寒さ厳しくなるんで、その頃まで一回ちょっと抜かしてしかないかなと。で、使ってみてまた感想動画は別に、撮影したいなと。まずは、ヒーター付きの、冬用のグローブの開封動画以上です。